A wise man writes that common sense is not common. When I say you see a panoramic view of Mars in the painting of young Mona Lisa, a photographic map of the Arctic Ocean in a Japanese bronze mirror, or Venus the mirror has a male genital organ, you may say. It is ridiculous because it is your own common sense. Then, how about this when I say Madonna or Virgin Mother is Lamia, the worst witch in the painting painted by Leonardo da Vinci? You may also say it is ridiculous because it is. Your own common sense. However, common sense so often blinds us. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Lamia in Ancient Greek mythology was a woman who became a child eating monster after her children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove. ラミア was also used as a bogey word to frighten and discipline children。魔女中の魔女それがラミアということになります。ローマ時代に最も恐れられたストリックスと並んで人々に大変 恐れられらましたそのラミアがですねゼウスとの密会をヘラに知られてそのためヘラによって自分の子供たちが殺されますそこでラミアは人間の子供を食べる魔女中の魔女となったというわけですと同時にヘラはですねラミアに眠られない 夜を罰としして与えましたそのためゼウスはラミア自身がですね目を自分で取り出す能力を与えたというふうにギリシャ神話では言われていますラミアラミアという言葉は子供たちを脅しそしてしつける言葉としても使われましたラミアが来るよと言えば 子どもたちは皆黙ってしまったそうです。ということで今日はラミアの謎に迫ってみたいと思います。広浜松 you mm -hmm. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting which gives the paintings their unusual name. version of the rocks.Yes, it is.It is very much unusual. 皆さん、こんにちは。今日は、岩屈の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。 この絵も恐ろしいですが、本当に恐ろしいのは、私たちが持っている常識ということになります。あるいは、私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指が、イエスの神秘ですね。皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。 で、イエスの体を見ますと、あちこちで皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ、表現したということになります。衣服ではないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますかこれは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。 これは、まあ、こうした動物がいるわけですね。まあ、皮を剥ぐと言いますかね。神秘を剥ぎながら成長していくってわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲってことなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスはレプタリアンであるということを ダヴィンチはこうして証明しました。そして、えー、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。 なあち、この、ま、エンジェルって言われてる、ま、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、ま、顔、顔に騙されちゃダメですよ。ま、要するにこれも、この、ま、なんて言ったら人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。ま、このように、ダヴィンチは、ま、皮膚のめくれた、ま、人物をこうして描いて、ま、これらは人間ではないということを示したわけです。ま、これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。 ペロッと皮がめくれています。で、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をですね、見ていただきたんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カムフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、 この足のところを見ていただきたいです。ここはあの少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし一番向かって右の指は色が白いですね。中部からご覧ください。これはですね、隠し絵手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なあち、こういうふうに、まあ、一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。 まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。なわち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は三本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね。これが毛側に見えますね。足の指、後でもう一度出てきますけども、足のぶつけのなるところに毛が生えているように見えます。三本指の毛の生えた、まあ、エンジェルってことになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。 私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は三本指の足を持っている。しかも右の方はどうも毛が,毛,毛が生えてるみたいですね。で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸と、そして後ろの背景の岩を比較してみてください。中深く見てください。今日のポイントということになります。 で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ色温度っていうんですかね。同じように、全く同じように描いています。なあち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。なあち、体はぐにゃーっと回って後ろに続いているんだぞ、と。まあそういうことをダヴィンチは回し、まあ、 この絵の中で表現したわけですね。で、もう一度、ここ、重要ですから、今日のポイントですから、もう一度確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までぐーっと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして、後ろの岩とマドンナの体、胸の、 色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわちマドンナの下半身は蛇もしくは竜であることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあこれが原画ですね。それ少し色を 明るくしています。部分的には採工してません。全体に明るくしたということです。さらに、コントラストを上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そして、マドンナは、まあ、大事であるということをダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのもヘビに見えますけどもね。それも後でちょっと出てきます。こうして、まあ、ダ,ダ,ダヴィンチの、まあ、いわゆる、 思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは、子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だってことですね。まあ、こうした絵は全、まあ、全く珍しくないわけです。えー、ま、ミケランジュロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆる、ま、アダムの最初の妻と言われてますね。 そして、まあ、これ、カペラシスティーナに書かれているです。でラミアとはどういう、まあ、魔女を叩くかと言いますと、子供を食べるラミア。まあ、もともとは、まあ、リビアの女王であったというけれども、アダムの最初の妻、リリとのことである。リリとですよ。リリとのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジロの書いたラミアです。 そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は、新品が剥がれてます。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、なんて言いますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ということになるわけですね。 皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、あの人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実はダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指注意してくださいね。いわゆる魔女です。 悪魔,の悪魔中の悪魔ということになりますね。これは、ダビッチ自身が書いたと言われています、受胎告知です。この受胎告知の袋の置物の下に、マリアの足が隠し込まれて、隠し、 えー、隠し込まれています。この赤丸、赤い丸のところを見てください。授業団の下からペロッと三本指の爪のある、えー、マリアの足が外に出ています。この三本指の足と、そしてリリとの足を比べてみてください。すなわち、ダベンチはこういう形で、えー、マ,マドンナはリリと魔女であることを示したわけです。ここでも同じ、まあ、コンセプトで作られているということですね。まあ、ついでながら言いますと、上の二人の、まあ、 ガブリエルと二人足して一人の魔女ってことになります。1足す1は1の、まあ ダヴィンチ独特の手法ですね。そしてこれが右側ですね、システィーナ、礼拝堂の、えー、ビケちゃん、ビケランジョの解体ですけども、ここにやはり3本足の女性、これ女性じゃありません。男性が人が描かれています。赤い服を着ているから女性だなんて思っちゃいけませんよ。まあ、システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、3本指です。あ、3本足ですね。そして組み合わせ方によってはこれ、3通り考えられるんですけどもね。まあ、一応2通りこうで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして向かって一番左の足が、 注意深くご覧ください。この足は骨が剥き出しになっていて、折れていて、中から骨髄液が漏れています。右は、まあ、イラストですけども、正確に描いた、まあ、骨髄ですよね。それが、まあ、こういう形で表現されているということです。なおち、ダビン、ミケランジョロですね、ダヴィンチの絵をもじって、こういう絵を描いたと思われます。 三本足ですね。で、向かって左のダヴィンチの読むですね。これ二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、ミケランジェロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本悟志さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。こういう形で、まあ、ミ、えー、ケランジェロも隠し絵を仕込んだというわけです。 まあ、こういう風うにして考えてみますと、まあ、左と右がですね、同じコンセプトで書かれているということですね。そして、衣服の色は全く同じですね。ややまあ、あま、なってますか、あ色が焦ているっていう感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そして、この金色の衣服がですね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕で、腕ではありませんね。そして、胸がありません。 いや全くフラットです。なあち、この人は、右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェラ、ミケランジェラの方法で、まあ、ダヴィンチを攻撃したわけですね。まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は、今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね、途中から毛が生えているように見えます。 そして、左は、これ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい、ごっつい体してますね。そして、やはり男です。 この人も一見女性に見えるかもしれませんね。優しい綺麗な顔してますけども、やはりついているものがついています。システィーナ礼拝堂の人物はほとんどと言います。全てがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。 で、もう一、岩屈の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。で、これがミケランジョの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあ、ちょっと角度が違いますから、比較しにくいところありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。で、この前後に、まあ、右のね、七人の礼拝堂。この人はあの、あるものが見えませんので、まあ、 男と女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特の、手マスカの特徴である、ヒレが書き込んであります。これも、ま林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジュラはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして、 ダヴィンチの書いた眼屈の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることを、ま、証明したわけです。そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、まあ、神秘がめくれている。レプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、あの足の、ここですね。二重になっている。すなわち、えー、皮膚がめくれる。いわゆるその、 いわゆる、まあ、レプタリアンであるということを示したわけです。そして、この腰のライン見てください。これ、あの、絵の柿き村かなというんじゃなくて、きちんとこういうふうに皮膚がですね、二重になっていることを示しているわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、あの、 いわゆるその岩屈の聖母のエンジェルがですね、男であり、えー、まあ、なって言いますかあ、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチュは、まあ、コブラを描いたわけですから、あの、 右もそのような同じ手法でですね。これあの、ロンドン版で見ますとちゃんと鱗が書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、まあ、ダ,ダヴィンチはこういう形で、右のマドンナが、ヘビとダイジと関係あることを示したわけです。で、このエンジェルに戻っていますが、もう一度確認してくださいね。 まあ今日の2番目のポイントってことになりますけども、このエンジェルの、まあ、姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前の伸びすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけども、エンジェルの手はですね、えー、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままではステーンと前の方へつのめってしまいます。 皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立っているんですよ。そして前かがみになっているんですよ。この姿勢では自分の体を刺さることできません。これはれ数軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。すなあち、この姿勢では刺さることはできないです。なあち、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。すなあち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。 1たす1は1ですね。受胎告知も1たす1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1たす1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用するあ、まあ、魔女中の魔女ですね。そして妻、つまりリリートのことである。だから足も書いてありましたね。これについて、ラミア、あ ミリリュウさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあこれ英語,英語にしたためにこうした違いが出たものと思,思われます。ラミアを並び替えると、マリアになるということですね。なあち、まあラミアイコールマリア。実際にラミアのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあイエスの、まあ、 マリアンとなったわけですね。この、岩窟の聖母には、以上のように、大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、ユー u ュアルとって冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なって言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は、重大なことを話しておきます。岩窟の聖母。岩窟の聖母。これは岩窟に見えますか皆さん。これは岩窟ではありませんよ。これは水の中なんです。 まあ、この、ここの部分をちょっと拡大してみますと、それがわかります。まあ、水の表面の独特の波と言いますかね、泡立ちが見えます。中深くご覧ください。まあ、これは水の表面ですね、ベチャベチャベチャっとこう水がですね、さざ波が立っているところを表現してあります。で、中深くつくところどころ水のね、こういうところ薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね、この、えー、 矢印の左の矢印のところに特に注意してください。この部分ですね。このように色温度を書いていますと、この岩がですね、マリアの体がですね、水の中にあることがわかります。私が着色したわけでませんよ。色温度を上げただけですよ。そしてその証拠がもう一つあります。ここを見てください。 ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることがわかります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。 ご自身で判断してください。林浦市の思い過ごしたとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。すなわち、この花はですね、えー、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、 まあ、岩屈じゃなくて、まあ私なら水中の聖母というふうに名をつけます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。bye for now.Hello. This is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Here in this video, I would like to talk about fingers of a lady called Madonna, painted by Leonardo. Madonna in the painting Madonna of the Young Winder appeared to have abnormally long fingers when compared with fingers of ours now. Though I know she is different from us Asians, still her fingers looks much longer. As I have pointed out many times in the past, she's not at least a human, and here is another evidence of it. ダヴィンチの描いた糸巻のマドンナです。この絵についてはすでに何度も精査してきました。今日はこのマドンナの指について調べ直してみます。暗い影に隠れ、よく見えませんが、明度を上げてみますと、そこに指が浮かび上がってきます。 長い指ということは、これだけでもわかりますが、不自然にもっと言えば異様に長い指であることがわかります。人間の指と比較してみます。ここに紹介する写真は、その中でも特に長い指を持っている方のものと思われる指です。長いですね。あるいは中には人間の指はですね、見方によってはこのようにも見えると考える人もいるかもしれません。え実は私もそう思っていますが、 その範囲を超えて長く思われます。いかがでしょうかで、なぜダヴィンチはこのような長い指を書いたかですが、他にも同じような指を書いています。岩屈の聖母の中のマリアがそうです。この絵の中では、マリアの右手の人差し指はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。この指も長いです。 つまり、こういう形でダ、ダヴィンチはイエスがレプタリアンであることを示すと同時に、マリアも人間ではないことを示しています。わかりやすく言えば、神々、つまりエイリアンの指は長いということです。いくつかの例を順に挙げて考えてみます。今、皆さんにご覧いただいているのが、糸巻きのマドンナですね。まあ、この中で、このマリアの指がですね、まあ、見た感じわかりますが、異様に長いということです。 で、順に検証してみます。で、右下が人間の指です。長い指の型のものを選んでみました。まあ、この絵写真と比べて見てわかりますように、まあ、微妙なところだといえば微妙なところなんですね。ダヴィンチの書いた、まあ、マドンナがですね、まあ、そうは見えなくもないという感じのギリギリのところだと思います。しかし、まあ、見た感じですね。長いなという印象は拭えません。 で、こうして比較してみますと、ダヴィンチは正確にという,言,う言えるって言いますかね、写真のように正確に、えー、人間の手を、えー、表現しているのがわかります。そのもんなってますかね、凸凹感を,を比較してみてください。その上で、まあ、ダヴィンチはあえてこのような長い指を描いたということになります。まあ、これ、まあ、微妙なところですけどもね、まあ、皆さんの手と、まあ、比較してみてください。これがまあ、そのマドンナの 人差し指ということになるのでしょうかそして同じような指をですね、ダヴィンチは眼屈の聖母の中で書いています。それをこれから比較してみますが、えー、左がまあ糸巻きの聖母、右が眼屈の聖母ですね。で、ここに、まあままま、マリアのですね、右手が描かれています。まあ、この右手を見ていただきたんですけども、この人差し指も異様に長い。 てますかそういった印象を受けます。で、このマリアの指はですね、イエスの皮膚、神秘の下に潜り込んでいます。まあ、それについては以前も既に精査しましたので、ここでは割愛しますけれども、この、ここではですね、マリアの指に注意してください。まあ、つまりですね、こういう形で、 まあ、ダヴィンチはですね、イエスは人間ではなかった。つまり、つまり、まあ、脱皮する人間。すなわち、レプタリアンであることを示しました。そして、同時に、マリアの指がですね、まあ、見た感じ、異様に長いててます。私たちは日常的に持っている、まあ、感覚とは違って、長いという印象を持つほどに長いということですね。 まあいかがでしょうかそれは私だけの印象かもしれませんけれども、見た感じ長いなという印象を持ちます。それと同じような方法で、まあ、あの、というか同じ長い指をですね、ダヴィンチは糸巻きの成分の毛で描いているということですね。まあご自身で比較してください。さらに、まあ長い指っていうのがあちこちにあるわけですね。これはあの、イエスの洗礼という絵ですけれども、この絵の中に描かれている、まあ、ヨハネの指をちょっと見ていただきたいんですけれども、やはり長い 感じがしますね。下の衣とあの、まあ、重なってますから、ちょっと見にくいかもしれませんけども、親指、親指の長さと比して、人差し指がま、異様に長いと。ということになるわけですね。まあ、アジア人の指の長さとは違うということにはなるんでしょうけども、それにしても長いという印象を持ちます。まあ、このように比較しますと、やはりこう、まあ、ベロッキョとダヴィンチの書いた、 えの中のヨハネもやっぱり指が長いということですね。そして同時にですね、まあ世界のあちこちで、まあ洞窟の、まあ壁画が見つかっています。まあその中でもまあマルカで見つかってる。まあこれはあの、これはちょっとごめんなさいね。ちょっと場所をこう言います、言えませんけども、えー、っと、いろんなまあこういったそのヘッド、壁画が見つかってるわけですけども、その中でもマルカ島で見つかったこの、 マルカでごめんなさい。マルカで見つかったこの指ですね。これはまあ手形なんですけども、この指を見ていただくとわかりますように、これは明らかに人間ではありませんね。そして、ミケランジョロもですね、同じような指を描いてるんですね。カペラシスティーナの天井画の中に、まああの、神の絵ってことになる。神の手ってことなるんですけども、神ってことなんですね。これカペラシスティーナ、エルシャダイってことになるんですね。まあミケランジョロ風に言えばですね。で、この、 この手の、まあ、傾きもおかしいんですけど、まあ、特にこの人差し指ですね。そう見ていただきたいんですけども、隠し絵という手法で指が異様に長いことを表現しています。まあ、これだけでも長いんですけどね、指の先がさらにずっと長く伸びているということですね。まあ、こうした形で、あの、まあ、ダヴィンチにしても、ミケランジョにしても、長い指の、まあ、神。 イコールエイリアンを書き込んでいたということですね。そしてあの、ジョ、あの、ボイド・ブッシュマンという方がですね、エリア51で働いていて、そして、まあ、あの、この方はですね、あの、 ロズウェルで、通の、墜したね、エイリアンの回収作業に当たった方なんですけども、この方はですね、死の直前に、あの、暴露証言をしてるんですね。そしてこのビデオが死後に発表されたわけですけども、ボイド・ブッシュマンが、示しているこのエイリアンの写真ですね。彼が、あの、持っていた写真を暴露したんですけども、この中にまあ、映っているこのエイリアンの指も長いですね。人間の指よりも30%ほど長いというふうに、えー、ボイド・ブッシュマンは、 主はそういうふうに、あの、説明しておられます。ということで考えてみますとですね、まあ結論ということになるんですけども、もう一つその、糸巻きの成分を見ていただきたいんですけども、やっぱりどうも普通じゃないんですよね。で、こうしてみますと、このマリアのですね、左手が見えませんけども、ここを明るくしてみまして、メ度ドを上げてみますと、まあ指が浮かび上がってくるというわけです。そしてその指がですね、まあ見た感じ、皆さんの直感でいかがでしょうか長いなあというふうに、 思います、思われませんでしょうか私はそう思いましたけどね。そして、その長い指がですね、眼窟の聖母とつながり、そして、まあ、ミケランジョロの、まあ、髪の手とつながり、そして、というふうにつながっていくわけです。で、まあ、この、これあの、眼窟の聖母の、あの、イエスの手もそうですけども、写真のように、まあ、忠実に、あの、なんて言いますか、忠実というか、あの、聖地に、まあ、描き込まれているということですね。 そして、こう、比較してみますと、やはり、こう、人間の指よりは長いという感じを私は持ちますが、いかがでしょうか上が、あの、親指ですからね、右上が。そして、下が、人差し指ですからね。指というのはこういうものかなのかっていうふうに、まあ、迷いますけどもね。で、まあ、ついでに、あの、丸化形文、丸化と丸化形文ですね、あの、壁画の、あ、 まあ、いわゆるその手形をちょっと見ていただきますけども、やはりこう人間の指ではないような印象を持つまでに、ほどまでに長い指ということで、ちょっとまあ、微妙なところですけどもね、ね確かに関しこの人間の指ではないというか、あの、という印象を持ちます。いかがでしょうか。まあ、この辺が非常にまあ、微妙なところですけどもね、まあ、あとは皆さん、私は長いというふうに判断しましたが、あの、いかがでしょうか。 ま、これ右はね、私の手なんですけども、私はよく指が長いって言われるんですけどもね、アジア人ですから、それでもね、あの、白人の指の長さ、手の長さには叶いません。ボイル・ブッシュマンという方がですね、まあ、彼はエリア51で働いていた方だそうですけども、その方がですね、死の直前に、まあ、インタビューに答える形で、 暴露証言をしています。ボイド・ブッシュマン氏はですね、2014年の8月に亡くなられました。まあ死の直前のインタビューであるというだけにですね、まあ自分の人生観と照らし合わせてみても、その証言には重い信憑性があると判断しました。まあこのようなあの、 暴露表現をしているんですけども、その中でエイリアンの手について述べている部分がありました。ご覧ください。 この中で紹介されている手をですね、拡大してみました。で、ボイド・ブッシュマン氏はですね、人間の手よりも30%ほど指が長いと言っておられます。確かに長いですね。まあ、あの、あくまでもなって言いますか、手の手のひらと ですね。まあ相対的により長いということでしょうね。これは私の手です。まあ比較してみても30、30%という数字には間違いないと思います。 Thank <laughs> you.